吉田さん、手取り14万の人でも月収100万になる、まあ、一発の方法なんですけども、言われるように、まあ、バックエンド売ることですよね。私の速稼塾も今の料金体系になるまでは、まずはね、1万9800円のセルフバック講座、これが全部の基本になります。ここで1万9800円払って3万円とか5万円とか10万円の売り上げを作った方は、まあ、私にね、次の一手を求めてくるんですよ。その時に自己アフィリエイトからアフィリエイトの方に変わっていきましょうということで、ブログ、ツイッター、YouTube、Facebook、他 SNS、そしてできる方はセミナービジネスをやっていただいたりとか、そういったものを全部動画化してコンテンツ化することによるコンテンツ販売で、最終的には20万、30万の商品を作っていきましょうっていう風なね、流れで速稼塾っていう一番最初の講座を作りました。ね。ですんでね、速稼塾の最初のバックエンド商品は、まさに速稼塾19万8000だったんですよ。これが2年間ぐらいかけて400人の方に売れたんで、だいたい8000万ぐらいですよね。初年度は2500万ぐらい、2000万から2500万の間で売り上げが立ちました。で、私は毎月毎月100万以上の赤字を垂れ流す人間だったんですけども、この速稼塾を始めたことによって、40歳からパソコンを始めてすぐに速稼塾という発想をね、持って、でセルフバックっていうものを一番最初のフロント商品にしながら、フロント商品ですらもうすでに1万9800円ですからね。 Facebook の友達500人以下のところからスタートして、で来ていただいた方にね、対面で、そのセルフバックをやって、1万9800円をもらいながら2万円以上の売り上げを全員に立てさせて、信頼関係を作りながら感謝してお金をもらって、そういった形で最初の売り上げを作ってですね、最初の1ヶ月の売り上げ80万、それから100万円を切ることはなくなったっていうのが私の商品です。プラス自分自身のアフィリエイト報酬もありますからね。私は半年後にはアフィリエイトだけで月収が100万超しましたんで、そっちの方もあってですね、なんかこっちとこっちで二足のわらじがすぐに始まったって形です。自分がやったこととか、自分が新しく始めたことをそのまんま即アウトプットして即お金に変えてるんで、当時はね、本1冊買ったら10万円儲かるような感覚でした。1000円で本買って、まあ1500円ぐらいですか、10万円儲かるような感覚だったんで、もう本をね、アフィリエイトとかデザインとかイラストレーターの本を全部買って全部アウトプットしたような感じです。まあ外したものも結構ありましたけども、すごく学びの多いね、1年間だったですよね。当然ですけども、麻雀店の経営もやりながらですよ。1日16時間の営業しながら、だから本当にね、一心不乱にやったんだと思います。そこにはね、もうすでにお金に向かって何かをやるとか、なんか困難に打ち勝つ喜びとかじゃなくって、ただやったみたいなね、フロー状態で、もう本当にゾンビみたいに何も考えずに思考停止でやったみたいな状態がそこにありましたね。あ、ちなみに今の売り上げですけども、吉谷さんがだいたい2000万ぐらいかなと思ってたんですけども、実は私も同じぐらいなんですよ、売り上げ。速稼塾の売り上げはそれほど高くないんですけども、FX がだいたいね、1000万ぐらいですからね、年間。800万から、まあまだ1000万突破したことはないんですけども、800万以上はもう出るようになったんで、年間の FX の利益がね。それから暗号資産の含み益、これは決済してないんで何とも言えませんけども、今年は数百万決済しましたね。で、あとはね、暗号資産から生まれてくるそのステーキング報酬っていうのが今年から入り始めて、これがね、だいたい見込みで年間5、600万なんですよ。まあですんで、今年の年末は速稼塾が全く売れなくてももう結構ね、2000万ぐらいになるんじゃないかなと。もちろん含み益なんで日本円に決済しなければいけないんですけどもね。あと海外に逃がしている資産もどのぐらい増えていたのかっていうこともチェックしないといけないと思いますけども、まああまり変わってないでしょう、これは。まあ、ですので私もね、売上的には吉谷さんと同じぐらいなんですけども、その内容はだいぶ変わってきたかなってことですよね。私の場合はなるべく労力を減らして、で所得を減らさないっていう感じに持ってったんで、確かにビジネスのセンスはどんどんね、吉田さんに追いつかないところまで行ってるんじゃないかなと思いますけども、ただ全体的にお金を生み出す方法としてはだいぶ広がったなと思います。まあ、お金の問題解決の中でこれね、小野田さんも言ってることなんですけども、コツコツカメラ転売すればいいじゃんって言ってもできない方がほとんどなんで、リスクの高いチャンスの大きいものを一発逆転みたいなのをどんどん紹介していくってことになって、ちゃんとそれも説明してるらしいんですけども、結果うまくいかなくなった人だけがなんか文句言ってくるみたいなね、よくあるパターンに陥ってくるんですよ。それこそ取り組んだ人が100人が100人ダメになるようなね、ポンジスキューみたいなのだったらちょっとアウトですけども、まあでも一時期はうまくいってたものもビジネスも事業もどっかでねダメになってきますから、それは参入時期を間違えちゃいけないなっていうのと、参入時期が遅れたと思うんだったらやっぱり終えるリスクでいかないといけないですよね。そこに資金投入全部いくみたいなことはちょっと難しいかなと思いますよね。
まあ、ちなみに各航空会社ものすごく赤字が累積してるみたいですけども、これは最終的にはね、国債出動、財政出動みたいな禁じ手があるんで多分心配ないかと思いますけども、そういったものが受けれないような中小企業とか小さな観光会社なんて一発でボンでしょうね、うん、で形としては小さなところが大きなところに食われるって形は変わってないと思うんですよ、シンプルに、うん、ちょっと厳しいですよね。だからジェットスターとね、あのマイカーの関係、うん、いろいろありますけども、どうなんですかね、中古車屋ってこういう時って儲かるんじゃないですかね。多くの人が資金作るために車や家を手放してるような図が私は浮かぶんですけども、どんなもんでしょうかね実際。なんか中古車市場はね、乱高下がこの2年は激しかったらしいですよ。投げ売りがある昨年、そして今はどちらかというと資金に余裕がある人が旧車を買い始めてるみたいなね、私みたいな人間がいるんですよ。あ、懐かしいなセドリックみたいな感じで、入りもしないのにねプラス1台余剰資金で買うみたいな人がポチポチ出てきて、値段がちょっと上がり始めてるみたいですね。私もちょっとねセルシオ上がり鼻で買ったんで、思ったより高かったです、うん、なんか、ね、30万ぐらいで買えるのかなと思ったんですけども、なんかその乗り出し100万弱でしたね、うん、まあでも結構自分好みのコーディネートのものがカスタムが来たんで良かったかなと思いますけどね。ちなみに昨日初めて乗りました。やっぱ快適でしたね、うん、この快適を買うためにはこの何マイカーってね、自分にしか見れない景色がそこにあるんですよ。自分だけの空間がそこに。だからただ安いだけの移動手段もすごく使いたい時もありますけども、いつもじゃないんですよ。それはいつでもサービスが提供されてますから、いつでも使えるけども、その、まあ、なんですか、マイカーの移動ってのは確かに高い分ね、最高級のファーストクラスだと思うんで、うん、まあ、高いですよ、うん、でもそれだけのことをかける価値はあるかなっていうのと、やっぱり自分が選んでるってことなんですよね、これはね。見栄を張るためでも何でもなくって、私は人間関係ないですから見栄を張る相手がいないんですよ。なのに欲しいってことは本当に欲しかったんだろうなと今思いながらですね。サラリーマンの時はどうやってみんなをビビらそうかなみたいな感じ、みんなを驚かせようかなみたいな気持ちもあったんで、ボーンと車買った時に、おーすげえじゃん買ったじゃんって言われなかったら結構ストレスだったと思いますけどもね、うん、あ、それでね、6時間でさ、3時間で600万売った方法なんですけども、何回も何回もリピートしてる方に対してセールスをかけました。だから厳選しましたよ。その100万円を売るためのメールマガジンを専用に作って、そこでね、速稼塾の実績者の声を毎日こうね、日替わりで出していって、で多くの人が速稼塾によってお金の問題を解決したみたいなエピソードをどんどんね放り込みながら、で視聴者さんがどんどんねセレクトされて熱くなってきたところで、最後に今度ね、私の全てを相続するためのセミナーをやりますみたいな感じでドーンと打ち出して、でそれも高級ホテルを予約してですね、なんかそこで3時間ぐらいのセミナーをやったんですよ。で参加者は12人なんですけども、すでにその12人は全員ですよ、全員速稼塾によってすでに恩恵を受けてる人ばっかりを厳選したんで、稼げてない人に対してはもうね、そのセールスを届けなかったんですよ。で少なくとも速稼塾で数百万っていうね稼ぎを実現した方とか、月収数十万から100万円以上突破した方だけがセレクトされて12人来ましたんで、ね、だから資金的にも気持ち的にも余裕がある方っていうか、座った瞬間に買うだろうなっていう顔ぶればっかりでした。だからそこまで数年かけたんですよ。100万円が売れるまでに、まあ、いわゆるね顧客を育て上げて、もう絶対的な信頼、商品買うんだったら久保哲郎から、商品買うんだったら速稼塾っていう冠がついたもの以外は買わないみたいな状態にしていたところに、資金の余裕も作ってきた方々を集めて、そしてセールスをかけたわけですよね。だから売れないわけないですよね。で売れなかったんですけどね、12人集めて販売が 50% 6人でしたから、うん、まあでもね、私としては一つの大きな節目になりました。その時にはさあセールス終わるじゃないですか。セールスが終わって買う人と買わない人にちょっと分かれてもらってね、で買う人は私が面談したんですよ。本当にこれ気持ち切り替えてやっていきましょうねみたいな感じで握手しながら、で買った人にはね、胸にね黄金の1万円札をプレゼントしたんですよ。さっとね、金の1万円札、これ本当に金で作った1万円札があるんですけども、それを胸に刺してもらったんですよ。で買った人には胸に1万円札がキラッとしてるのが6人、買ってない人は胸に何もない人が6人、それをまとめて最後に懇談会をしたというね、このいやらしさ。だから懇談会をしてると胸にね1万円札がキラッと刺さった方はなんか誇らしげにこうやって話してるんですよ。いやーこれから頑張っていきますよって、さらに儲けていきたいですね、あははみたいな感じで話してるんですよ。で買わなかった方はここに刺してるのがないんで、客観的に分かるんですよ、買ってない人っていうのが。だからちょっとこうなんかね申し訳なさそうな感じで、ああなるほどねみたいな感じで、
ちょっとね、気が引けてるような状態なんですよ。まあ、ですんでこれも仕掛けをしてですね、後日買わなかった人にもちゃんとね、ダウンセールですか、アップグレードセールじゃなくて、アップセールじゃなくてダウンセール、こちらの方をしましてね、39万8000円の1日、セミナーを販売したということでございますどこまで汚いんだみたいなね、とにかく金に変えました当時はね。その100万円売ったものを最後にして、私はどんどんねビジネスから投資の世界にずれていったって感じになりますよね。まずはね、100万円の商品を売ったっていうのが私の一つの節目でしたし、100万円の商品を売るためにはその商品を買う人、そして100万円を出す人は私によって100万以上稼いだ経験がなければいけないかなっていうふうに自分に課していたんですよ。まあ、ですんでね、見ず知らずの人にいきなりセールしたわけではありません。ちゃんと人を育てて、スタッフをしっかりとね教育して、売れる形を何回もシミュレーションしながら、そしてその前には3ヶ月によるメールマガジンでのローンチをかけていましたね。そのぐらい用意周到にしたんで、何もね、3時間のセミナーで600万売ったっていうのは一つのコピーで、実は半年かけて、もっと言ったらね、3年かけて600万売ったと言ってもいいでしょうね。まあ、そのぐらい100万円の商品を売るために、買う人を育てるってところはいるんではないかなっていうふうに思いました。そしてこれは手取り14万の方でもできるんですよ。手取り14万の方目当てにですね、商品を作ることは手取り14万の方はできるはずなんですよ。手取り14万の方がどうやったらね、その自分の収入以上のお金を出す気持ちになるのか、そして支払い方法はどういったものを提案すればいいのかってことを、手取り14万の方だったら一番分かってると思うんですよ、当事者だから。今の私に30万円の商品買ってって言ったら、いいよ30万、はいで終わりですよ。分割とか思いもよらないです。でも私が手取り14万だったら、30万の商品がどうしても欲しかったらね、それは何とかして支払い方法を、例えば3万円の分割にするとか交渉したと思いますよ。そうしないとね、払えないですからね。で、今私はセルシを買いましたけども、当然一括ですよ。でもまあ経費の関係があったんで、減価償却を取らせてもらいましたけども、でも前もお話したように、お金がない頃ってのは20万円の、ワゴン R の10年落ち中古だってね、1万円の2年半分割で買ったんですよ。そうしないと買えなかったんですよ。ガソリン代とか維持費もかかるじゃないですか、でしかも税金が払えないっていう問題もありましたんで、車検のギリギリまで税金引っ張ってね、わずか数千円だったものを、でそのぐらい困ってたけども、でも毎月の1万円っていうのが深く重くのしかかってきたわけですよね、そういったこともありましたね。懐かしいな。はい、ということでね、今回は手取り14万の方が一発で儲ける方法みたいなタイトルですかね、はい、お届けしました。ありがとうございました。